まさか、ヒソか。おやおや、これは予期せぬお客さんだ。久しぶり。やっぱりそうだ。ずいぶん成長したんじゃないか。いい死に巡り会えたようだね。僕の見込んだ通り、君たちはどんどん美味しく実る。何なんだこの変態野郎は。君かい？彼らの先生は。いや、そんな感じじゃないな。いやー、彼女か。で、僕というよりクロロに何の用？聞きたいことがあるんだ。ここへ何しに来たの？さて、どうするか。話せばこの二人のことだ。蜘蛛との助念士の引き渡しを全力で阻止しにかかるだろうな。それはそれで面白いんだけど、これ以上クロロとの戦いを伸ばされるのも勘弁だな。クロロを探してるんだ。クロロがクラピカにかけられた念、実は外す方法があるんだ。助念。なんだ、知ってたのなら話が早い。それをクロロに教えたくて探してるんだけど、手がかりがなくてね。そんな時、蜘蛛の何人かがこのゲームに興味を持ってたことを思い出した。彼らならクロロの行き先に何か心当たりがあるんじゃないかと思ってさ。この名前ならあっちからのアプローチも期待できるしね。そっか、あいつはもともと旅団のふりをしてただけなんだ。うん。さて、今度はこっちが聞く番。まさかその質問をするためだけにここへ来たわけじゃないだろう。うん、そうだよ。実は私たち、できるだけ強い人を探してるんです。仲間になっていただけませんか？ん？いいけど、強い人を探してる理由は？ちょっと待てよ、俺は反対だな。危険だぜ。そうだよ、ビスケはあいつを知らねえから。ほら。